フランク・ビエラはドイツのレーシングドライバー、同国のノイス出身、ルマン24時間レースにおいて5回の総合優勝を記録したドライバーであり、ツーリングカーレースでもアウディのドライバーとしてチャンピオンを獲得した。主にツーリングカーとスポーツカーレースで競っている自動車レースドライバー。彼は1990年以来アウディのドライバーとしてレース活動を行ってきた。 カートレースで1983年よりレースを始めた。1987年からは、旧ドイツツーリングカー選手権にフォードシエラで参戦を開始。マヌエル・ロイターとベルント・シュナイバーと共に、フォードのヤングスターチームプログラムに参加。初年度ながらアブスのレースで優勝した。シエラを3年間ドライブするほか、フォーミュラ・フォードでドライブし、 ビエラは1988年も DTM で競い続け、メルセデスベンツ1 9 0位、e、で優勝し、シリーズ10位となった。1987年は、ドイツ界3にも出場し2勝を挙げた。2006年のルマン24時間レースで、アウディ R10 を運転するビエラ。1990年に、ビエラはアウディに移籍。1991年にタイトルを獲得した。 1992年の半ばに、アウディは DTM を去ることになるが、ビエラはアウディに残留した。ヨーロッパの他のシリーズで2リットルのクラスにルールが台頭するが、その後数シーズンにわたって様々なヨーロッパのツーリングカーシリーズに参加した。アウディ80をドライブして1993年には、フランスのスーパーツーリング選手権のタイトルを獲得。 彼は唯一の非フランス人ドライバーチャンピオンである。アウディは前年度もマークサードがタイトルを獲得したため、このレースで2連覇を達成した。1995年以降は新しいマシンであるアウディ A4 クワトロを手に入れ、ポールリカールでのツーリングカーワールドカップやマカオギアレースなどの国際ツーリングカーイベントで優勝し、1990年代を代表する。 ツーリングカーレーサーの一人となった。ビエラは、この間、1994年と1995年に、母国ドイツで、ドイツスーパーツーリング選手権を、主戦場とした。しかし、両、シーズンとも前半は、ポイントリーダーをキープしたが、それぞれ BMW ドライバーのジョニー・チェコットとヨアヒム、ビンケルホックに逆転を許し、タイトル獲得はならなかった。また、 1995年の STW カップ終盤のアブスでの第2レースでは、マシントラブルによりスピンして、コース中央に停止したキースオドールのマシンを避けきれず、衝突する事故を起こしてしまう。衝突した部分が運転席側のドア部分だったため、オドールはこの事故で、致命傷を意欲晩なくなった。1996年、アウディはイギリスツーリングカー選手権にも参戦を開始する。 ことを決め、ビエラは BTCC に移籍した。この年圧倒的なレース運びで、チームメイトのジョン・ビント・クリフと共にアウディチームは選手権を席見全26レース中11位となったシルバーストーンでの第7戦と失格となった第12戦スネッタートンを除く24戦で、ビエラはポイントを獲得できる10位以内に入っている。しかし、その速さから、 b t C c の主催者から疑問符を突きつけられ、翌年はハンディを背負い苦しんだ。1996年のアウディの優位性により、b t C c の主催者は1997年のシーズンですべての4輪駆動車にバラスト重量のペナルティを課した。アウディはペナルティでかなり不自由な状態であったが、重量のペナルティはシーズンの半ばで半分になり、アランメニューに次ぐシリーズ2で、 ビエラはこの年も5勝し、チームメイトのビントクリフも2勝を挙げている。1998年シーズンは STW カップに戻ったが、これまでの好調から一転、アウディは苦戦を強いられることになる。マシンをこれまでの 4WD の A4 クワトロから FF で再構成された A4 に置き換えられたが、BMW やプジョーなどのライバルに対して優位性も、 なく、ビエラはこの年過去ワーストのランキングで14位となる。チームメイトで STW カップのタイトルを1996年に獲得した実績を持つエマニュエル・ピロも同じくシリーズ15位と低迷した。1999年、ビエラはツーリングカーレースに参戦せず、アウディ R8 スポーツカープロジェクトに参加し、アウディスポーツチーム様子との名前でレースに参戦した。 ここでも好成績を残し、ビエラは今後数シーズンにわたってスポーツカーレースで活躍していく。R8 でいくつかのクラシックイベントと3つのアメリカンルマンシリーズで優勝。R8 チームでルマン24時間レースにも1999年から参戦を開始し、エマニュエルピロ、リディエ・セースとアウディ・ R8R で総合3位を獲得。2000年から2002年までは、 ピロとトム・クリステンセンとコンビを組み、3年間連続で総合優勝を成し遂げた。その後も継続参戦し、2006年と2007年にもルーマンを制した。その一方で、アウディは2002年シーズン以降、R8 プログラムのサポートを縮小し始めた。2003年にアムズで優勝した後、ビエラはドイツツーリングカ選手権に戻り、ヨーストレーシングのアウディをドライブしたが、 ツーリングカーでは、以前のような高成績を残すことはできなかった。ルマンにおいて5度の優勝を経験したビエラだが、毎年順風満帆だったわけではなく、2003年は、わずか15周後にビットインを逃し、燃料を使い果たした。この年以外はいずれも完走を果たしているが、2004年と2005年に、それぞれ5位と3位に終わる。そういった経緯もあってか2005年12月、 R8 の後継者である新しいアウディ R10 の最初の走行に参加。この努力の甲斐が実り、2006年のルマン24時間レースでマンを持たして R10 を投入し、ピロと新しいチームメイトのマルコ・ベルナーとこのクラシックレースで4度目の勝利を挙げることに成功し、2007年も同じ車とチームで勝利、5度目の優勝を成し遂げた。 ルマンでのウォークオブフェームのフランク・ビエラ、受賞者2002彼の最大の功績は勝利です。ドイツツーリングカー選手権、ドイツスーパーツーリング選手権、イギリスツーリングカー選手権スパ・フランコルシャン24時間レースバサースト、1000世界ツーリングカーカップアメリカンルマンシリーズルマン24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。